レディオジャム、ウィワナビ、ユアナンバーワン。恋愛現実やしがらみ不安。
い、ということで皆さんいかがお過ごしでございましょうか。2007年3月の24日と言いたいところだけども、実際は午前0時を過ぎちゃっているので、2007年3月の25日日曜日、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。レディオジャムイワナビワナママのお時間がやってまいりましたということで、すっかり東京地方はですね、もう桜が咲いちゃって、いさかでございます。よろしくお願いします。今気づいた、名前言ってないことに。ね、ということで、ね、もう桜も咲いちゃいまして、年度末でもう忙しくて、めちゃくちゃでございますけれども、とりあえず今週も頑張っていきましょう。はい、ということで、まずはですね、インザグループスーパーノバ21世紀型アーティスト発掘企画でございます。インターネット上で頑張っているアマチュアミュージシャン、インディーズミュージシャンを紹介していこうという企画をですね、現在12時15分にお届けいたしましょう。いや、回ってますね、随分と。ね、地上波の番組ではありえないことでございますけどもね、ネットラジオはいつ撮ったっていいという感じでございますけどもね。今日のオープニング聴いていただいた曲は新しいアーティストでございます。コッカースパニエル。C-O-C-K-E-R S-P-A-N-I-E-L と書いてコッカースパニエル。そのですね、コッカースパニエルのオレンジと砂という曲を聴いていただきました。コッカースパニエルプロフィール。2001年4月、全身バンドから一緒だったボーカル大山彩子とドラムス石田明が中心となり、コッカースパニエルを結成。以後、仙台、東京を拠点に精力的にライブ活動を行い、アシッドマン、音速ライン、つぶき足重奏らとの共演を果たす。で、幾多のメンバーチェンジを経て、2005年にギター伊藤さんとベース武藤さんを加えて、現、メンバー4人になるわけですね。これまで同年より自主イベントことの葉を開始、2006年11月には初のワンマンライブを成功に収める。これまでに2枚のミニアルバムと4枚のシングルをリリースし、現在に至る。ボーカル大山彩子が歌う女性の等身大の感情、湿り気のあるギターサウンドにリズム体が鳴らすアグレッシブかつ繊細なクルーム、これらからなるエモーショナルな歌力、コッカースパニエルをぜひ耳で体で感じてほしいということでございます。いやーね、ということでございまして、コッカースパニエルウェブサイトがございます。ぜひぜひチェックしてみてください。 URL は www.cocker.jp、www.cocker.jp/こちらの方になります。インザグループスーパーノバのウェブサイト www.2pixel.jp/ノバですね。今 www ってもう一回言ったよね。そんな大変なことになりますね。www.2pixel.jp/ノバ、こちらの方になります。インザグループスーパーノバのウェブサイトをご覧いただきますと、アーティストプロフィールとかですね、あとは、なんでしょう、リンクとかですね、まあ、いろんな情報が載っておりますので、ぜひぜひチェックしていただけると良いかなと思います。ということで、来週もですね、別の曲をコッカースパニエルをお届けいたしますので、お楽しみいただければなということでございまして、今週はオレンジと砂という曲をお届けしてみましたということでございますね。久しぶりに熱いクルーブをお届けしてみましたけども、ですね、ということで、日付が超えてしまいまして、3月の25日ということでございましてですね、もうすっかり年度末でございまして、私はもう大変な忙しさ。今までだったらですね、いろんなことをやりながら、例えばネットニュースを見るとかいうことができたんでございますけども、今はですね、いろんなことをやりながらネットニュースを見る時間が10秒くらいしかないという、超緊迫ムード。ね、そんな中お届けしてます、ネットラジオでございますけれども。ということで、ネット業界で言いますとですね、なんかミクシー読み逃げ問題っていうのがですね、話題になっておりましてですね、一部ではこれはネタなんじゃないかと言われてたりとかする、自分のマイミクがね、日記を読んでいるんだけど、コメントを返してくれない、これはどういうことなんだっていうね、やつが OK ウェブに質問で載ったという。で、それに対して、質問の答えがですね、そんなひどいやつはいねえよというようなことが書いてあってですね、私はちなみにそれを IT メディア、オルタナティブブログというところにですね、最近上場するらしい、マザーズに、IT メディアのオルタナティブブログっていうところに、ねえっていうことを書いたんでございますけども、今の一言で全部語るね、いろいろ知ってほしいところでございますけども、ミクシーはね、意外とすごいことになってますよ。今、ちなみに私の手元にはですね、グラフ社という、本屋さん、出版社ですね、本屋さんじゃない、とこから出るミクシー中毒っていうね、著者、花さんが出してる本があって、これを読むとですね、そっと押します。ミクシーはこうかというふうに思って、なんだこれはというふうに思ってしまったっていうところが実際ありましてですね。いやー、恐ろしいでございますね。まあね、確かにグリーとか見ていても、ね、なんて言うんだろうな、お友達にはなりたくないみたいな、ね、お友達募集してません的なことがあって、何のためのソーシャルネットワークなんだっていうふうに思ったりなんかする今日この頃でございますけれども。なかなか難しいでございますな。ブログ一つとっても難しいよね。例えば、うちの、例えばね、その IT メディアオルタナティブブログで言うと、
ですよ。ね。私がなんか書いたことに対して、必ず上げ足を取るかのように、ここ間違ってますよ、的なね、コメントを、するしろと。ね。私的には、もうわざわざね、言うならメールをくれと。ね。わざわざコメントで、わかりやすく残すなと。いうふうなことがね、人、まあいいんだけど、残してくれてもね。まあね。そういうことがあったりとかしてですね、なかなかネット上の付き合い難しいところでございますけれども、まあ今後ね、さらに、ネット自体が、進んでいくとですね、ね、大変なことになっていくんじゃないかと思ったりなんかしてね、みんな携帯電話とかでやってるからさらに難しいんだよね、このとこね。あ、もう時間がなくなっちゃった。ということでございましてですね、インザグループスーパーノバ、ここでですね、もう一曲お届けいたしましょう。今週はですね、なんと3組のアーティストをご紹介するということで、盛りだくさんでございますよ。盛りだくさんでございますよ。しかも全部が新しいアーティストということでございまして、このアーティストでございます、Q!はい、ということで、インザグループスーパーナバー21世紀型アーティスト発掘企画、2組目のアーティストでございますけれども、e.m.i と書いて、エミさんでございます。M だけ大文字、それ以外は小文字、e.m.i、エミさんのパーティータイムという曲でございます。詳しい情報は曲を聴きながらお届けいたしましょう。それは大変だ。そこの DJ ミスでナンバーワン。エミさんパーティータイムという曲でございます。プロフィールとかのもらえてございませんで、まあしょうがないと思います。あのお問い合わせのメールがね全部携帯電話でしたから。ちょっとそれは無理かなという感じでございますけども、ウェブサイトがありますので気になった方はぜひチェックしてみてください。 URL は my.peps.jp/emi0612 こちらの方になります。来週もですねエミさんの曲別の曲をお届けいたしますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければなと思うところでございます。ということで一旦お知らせの方に行ってですね、またやるよ。インターネット放送局ニンニンチクビ、石川義弘、犬山犬子、田中克樹、宮川勝、渡辺兄、バカチン三股他多数出演中のインターネット放送局ニンニンチクビは 2219.jp。プロデュースバイ小田地マジック。夢は儚いものたちの
pop music and more。オダジマジクミュージックドラゴンバンブーパーキーパーキーパーキー時間は絶対やったセンセーション極めた今日今日まで持ったフィートパーキーパーキー最高の自分になれるように気合い入れて Your hero 1,2,3 ドラゴンバンブーはインターネットのヨロツーというサイトで曲の視聴ができるんで、そちらも覗いてみてください。おい、よろしくお願いします。この頃の音楽はちょっと物足りないねと思っているそこのあなた、こんな音楽番組はいかがでしょうか。 nebo.jp インディーズミュージックレディオプログラムネボブランドサンドランチャー、サンドクルー DJ ネボスケが今一番熱いインディーズアーティストをどこよりも深く濃ゆくあなたのパソコンに直接お届けいたします。 URL は http://nebo.jp http://nebo.jp まで待てます。インタグルースパーノラ、レディオジャム You wanna be you are number one ということで、インザグループスーパーノバでございますね。21世紀型アーティスト発掘企画、可能性の音楽番組でございますけれども、今週3曲目は、ドルチェというアーティストになります。ドルチェのデルフィニウムという曲を聴いていただきました。ドルチェプロフィールが実はもらえてないテキストでは曲もですね、楽曲とアーティスト写真の方はいただけたんですが、テキストがなかったのでこちらの方はですね、ミュージーのサイトに載ってるやつを引用してみたいと思いますけども、イタリア語でデザート、音楽表現としては甘い穏やかなどを意味する。自分たちの音楽が生活の中で、デザートのようになってほしいと希望を込め、ドルチェという名前にしたわけですね。で、都内を中心に活動を始めたユニット、お互いの音楽を認め合い知り合った3人、好きな音楽と性格はバラバラ、 1+1+1 イコール予測不能、そんな3人が生み出すちょっと大人でほろ苦い音楽に触れてみてくださいということでございまして、ウェブサイトがございますので気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。
URL はですね、www.dolcesite.net www.dolcesite.net こちらのになります。デルフィニウムのスペルはですね、DELPHINIUM。デルファイっていうね、やつと、元素とか表すイウム、IUM をくっつけたデルフィニウムってことになりますね。ぜひぜひね、気になった方はチェックしてみていただければと思うところでございます。インタグラムスバナマのウェブサイト、www.2pixel.jp/nova。こちらを見ていただきますと、アーティスト情報などが見ることができますので、よろしくお願いします。ということで、ドルチェ、また来週もですね、別の曲をご紹介いたしますので、お楽しみにね、ということになります。今週は、デルフィニウムという曲を聴いていただきました。ちなみにですね、デルフィニウムっていうこの DELPHI っていうスペルを見るとですね、プログラミング言語を思い出してしまうという、私はやっぱりダメですね。やっぱコンピュータ業界どっぷりっていうね、デルファイっていう言葉を聞くとどっぷりっていう感じがしてしまいますよ。ね、ポーランドっていう感じがしたわけでございますよ。いかんいかんいかん。ということで、次回の更新は3月の31日土曜日ということになります。2006年度最後、当たり前ですね。ということでですね、もう春すっかりという感じでございますけども、どんな生活をしているのか、その時に。ね、もう今のやつが抜けてりゃいいよということで、頑張っていきたいと思いますけども。ね、ということで、3月31日土曜日ということになっております。当然のことながら、いつものように収録時間が深夜になりますので、更新は日曜日に入っていると。4月1日になっていると思います。ね、エイプリルフールだということで、嘘だということで、更新しないって言ってもありますけどもね、そんなことはしませんので、ぜひぜひ聞いていただければと思います。おいで待って、携帯電話でもインターネットラジオが聞きます。聞けます。m.2pixel.jp、m.2pixel.jp、携帯版のサイトにアクセスしていただきますと、ドコモ端末と au 端末ならば、音声ファイルを落として聞くことができます。まあ、当然、ショートバージョンなんでございますけどもね、携帯電話で音が聞けるっていうだけでちょっと面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひよろしくどうぞ。ということでございましてですね、ということで口が回っておりませんが、もうすっかり疲れてますよ。ちなみにですね、最近の私はですね、ここにポラロイドの A520 っていうデジカメがあって、この話って先週したっけ？してなかったっけ？ロモ風のね、写真が撮れるデジタルカメラっていうことでですね、今ネット会話ではちょっと話題。去年の10月ぐらいに売りに出されて、コンパクトカメラで500万画素なんだけど、ローデータで写真が撮れるっていう、わけのわからないスペックの、しかも撮れる写真はポラロイド画質っていうですね、もう本当にデジカメかいみたいなやつがあってですね、これが1万円ぐらいで買えるんですよ。これが楽しくて面白くて遊んでるということと、あとはですね、言えない、携帯電話メーカーの D っていうですね、キャリアの、N なんとかっていうですね、携帯電話が今なぜかここにあります。さあ、なぜでしょう?N なんとかミューってやつがここにあります。いろんな理由があってここにあります。携帯電話サイトを作ってたりとかね、いろいろしてるんですよ。ということでですね、N なんとかミューがあったりとかするという、今日この頃ね、来週はちゃんと仕事が終わってるといいなということで。ね、今週の目標はとりあえず、目標をつけて仕事頑張る。また来週。